神だ。だな。はい、わかりました。こういう子供でありばこり、育ててる親どもも、ラベネベのが。嫁どもすらベネベネ、嫁。なんだ、嫁だな。おらいの嫁もつてなんですか。おお、嫁のことだば、一番詳しくすらべてやらな。ここのいの嫁の名前は、ニツコっていうな。はい。その、ニツコ。隣村から嫁になってきた頃だば、働き者の、嫁だと手をやんぜ。ずいぶん自慢しちゃったな。嫁出すもの。おはい、わかりました。ああ、なんもいいとこにいな、こりゃ。なんだ、兄さんが、兄さん。今日この大腸、すまってもらえず。まだまだいっぱい書いてあるもの。まずまず、今日はゆっくり酒を飲んでいてきにすか。ずいぶん酒は進めるわけだ。まあまあ、色的には。まさか、ふさぎにごまかすと。いやいやいや、とんでもないです。酒玉を山さえいば、いっぱいあるだ。この頃、怠け者の名もみで過ごしてるからな。うん、くじゃいな。どうもう一回探して、一人やばそう。筋金だね。だな、筋金やな。まったら。朝起きてるか？みんな朝早い人ばっかり。そうだから。なんだ。あんな感じで。おお。おかさん。おお。めちゃくちゃ出てるか？おお。ちょっと朝起きてるか？おお。おめちゃくちゃ。おっちゃかみだ。おお。おお。久しぶりだね、さ。おお。おめちゃ。また持ちでごまかすからな。今年だけだぞ、はい、来年からはそうはいかねえからな。それからな、孫嫁、言うことを聞かねえかったら、あの神壇の山そのかって手見つけて、いつでも降りてくるからな。わかった。今日はこれで飲まぎは山に帰るけれども、お客さんが喉はしっかりお払っておいてからな。この1年間、怪我や病気しないように、また来年も来るからな。みんな元気でな。おやつは、おめでるよ。